どうも、こんにちは。危険チャンネルです。はい。今回はですね、ちょっといつもと違う情報をお送りします。はい。画面にね、ちょっと出てますけども、今回ご紹介するのは、LG のグラムっていうね、パソコンですね。はい。以前からあったんですけど、まあ、LG というメーカーの、まあ、ブランドがグラムっていうんですけど、グラムっていうのはその名の通り、重さのグラム、ね、何グラムとか1000グラムとかね、多分そこからのグラムだと思うんですけども、まあ、簡単に言うと、超軽量なモバイルノートパソコンの、名称なんですよね。で、そのグラム、LG さんからね、LG のグラムっていうブランドから、今度新しい提案、モバイルデスクトップっていうものが出てきまして、ですね、これちょっと見ていきますよ。これホームページですけど、今見ていきますけど、なんと、17インチサイズのモバイルノートっていうね、ということなんですよ。これグラムのホームページからちょっと見てますけど、いやー、これすごいんですよ。これね、何かというと、これ、この分かる人は分かると思いますけど、これってね、プレミアの画面なんですよ。Adobe のプレミアプロのね、画面なんですけど、まあ、これを、まあ、今、このパソコンで、まあ、操作してるっていうことなんですけども、まあ、一応ね、大画面で高解像度ということで、フル HD の2倍の解像度の WQXGA。ね、2560×1600を搭載した高精細パネルってことでね。写真や映像の美しい表現力と広大な作業領域を提供します。あー、なるほど。で、まあ、これね、まあ、これ見るんですけど、17インチディスプレイで、ちょっと変わったアスペクト比でね、16対10っていうやつね。2560×1600 解像度。はい。で、これ対比すると、このフル HD と、よいしょ。フル HD とね、この WQXGA のこの、対比ってこれぐらいあるらしいんですよ。うん。結構ね、違いますよね。まあ、その分ね、字がちっちゃすぎて読めないとかそういうのあると思いますね。結局は解像度をね、倍率高めたりするから、ここまでの差はないと思いますけど、まあ一応ここまでの解像度があると。で、アスペクト比が16対10ってことで、まあこれまで隠れていたエリアをもっと表示ってことで、まあさっきも言ったようにね、表示領域がちょっと大きくなるんですよね。うん。16対10のアスペクト比により、これはより一度でさらに多くの情報を画面上に表示できますと。で、とりわけ、写真のリタッチ、ビデオクリップの編集、書類のタイピング時に作業の生産性と効率性を高めます。あ、いいですね。で、これはフォトショップですけど、僕がそのね、ちょっと今、僕もね、プレミア使い始めたばっかっていうかね、プレミアはまだね、使ってるんですけど、まだ、こう使いこなすまでには至らずね、基本的な作業はできるんですけど、まだまだなんですけどね。っていうか、その前に 僕持ってるパソコンがね、ちょっと性能スペックがちょっと低いので、基本的な機能しか使えないっていう、まあ、単純にそういうことなんですけどね。はい、で、まあ、例えばここ真ん中にプレミアの画面をポチってこう出すとするとですね、まあ、このプレミアのおなじみのこの領域あるじゃないですか。これがかなり広いですね。うん。この16対9の領域よりは、うん、縦に広いっていうのがいいですよね。縦に長いっていうのがいいですね。はい。それからですね、なんと17インチ最軽量の 1340g っていうね。いやー、世界最軽量、モバイルノート。ってことですね。17インチなのに1.34キロ。ね。1340グラムです。はい。それから、このね、17インチっていうと、まあ、モバイルノートパソコンっていうと、もうね、普通やっぱコンパクトに持ち運びたいじゃないですか。で、17インチっていう大画面なんだけど、あのね、
要はベゼルレスっていうか側がちっちゃいから 15.6 インチに近いサイズを実現、大型でもコンパクト、ね、でコンパクトさを際立たせるスリムベゼルを採用して、うん、書類の作成や映像視聴で画面に集中できるだけでなく小スペース性も実現しました。で従来の 15.6 インチモデル並みの、まあ、ボディっていうかねということらしいです。従来のこの17インチボディがこの点線のあのラインらしいんですけど、この LG のグラムは、ここまでちっちゃくなったと。まあこれが 15.6 インチ並みだということらしいんですけどね。どれぐらいですかね。結構こうだと相当ちっちゃいんだけどね。はい、なるほど。はい、そしてあとこれね、もう一個ね、 LG のグラムのシリーズは今いろいろあるんですけど、この新しく出たねこの17インチのタイプは最大22時間72ワットアワーパバッテリーってことで、22時間大画面でも長時間ってことで、フル充電で最大22時間1日ならばアダプター持たずに外出できます。あ、これいいですね。すごいこれはすごいね。でちょっとね、ここの画面見てもね、僕またこう気になるところなんですけど、ここね、まあ、これ外出先でだと思うんですけど、これ スケボーの上に、まあ、ここに GoPro 多分乗っけてあってね、ゴリラポッドでね。で、多分動画撮ってるんだと思うんですけど、それをこのグラムで編集してるような感じでね。これもあのプレミアのあの画面なんですけど、あ、外出先で動画編集できるのか。ただね、動画編集するときって結構マシンパワーも必要なんですけど、動画編集するとね、バッテリーの消費がめっちゃあるんですよね。だからこれが実際に、うん、動画編集を外でできるぐらいのそのバッテリーの持ちあるのかなっていうのすごく気になりますけどね、うん、めっちゃ気になるね、この機種は。はい、それからあとはですね、ミル規格か、多分ね、米国国防総省の厳しい耐久性を、結構クリアしてるってことでね、いろいろ書いてあるけど、今回はちょっと読まないけど、うん、結構これはすごいですね。はい、まあ、要は丈夫ってことですね。はい、それから持ち運びにぴったりのワークステーション。あ、これまたそうだわ。うん、そうなんですよね。これは、まあ、自宅なのか、スタジオなのかわかんないですけど、これもプレミアの、画面なんですけど、うん、これは、ノート PC スタンドみたいなところに置いて、多分、まあ、これで編集しながらっていうか、こっちの方にも、こっちのね、デスクトップの画面に、モニターにも、多分ね、つながっているような気もするんですけど、まあ、こういうふうなことができる。まあ、もしくはですね、モニターにつながらなくても、もう17インチぐらいだと、もう、スタジオでもそのまま編集できるぐらいの大きさだと。あー、これ結構ね、なんか見れば見るほどね、ちょっと、これ結構いいんじゃないかなってね。プレミアがこう、単純に動くんだったらいいんですけどね。はい、でそれからこれはサンダーボルト3がつながってますね。USB のタイプ C 兼用ってことなのかな、これね。うん、はい、でこれで 4K ディスプレイを2台まで接続可能になるっていうやつですね。うん、これはいいですね。それからちょっと待ってよ、4K ディスプレイ2台まで接続できるんだ。すごいね。そして、メモリと SSD の空きスロットを各1本実装ってことは、まあ、後で増やせるってことですね。で、これがね、なんかこの LG さんにカスタマーセンターでアップグレードサービスを申し込むっていうか形らしいです。で、自分でやると、換装すると保証の対象外となりますんでね。そういうことらしいです。はい、まあ、まだちょっと、最初のスペックよりも少しね、上乗せできるってことですよね。アップグレード。
そしてパフォーマンス、うん、パフォーマンスもこれはいいと。それから指紋認証があるのか、変わってるな、ね、指紋認証あるらしいですね。そしてバックライトキーボードもあると、うん、あ、これは暗闇でも使いやすい、まあ、外だとね、でも外で暗いところで編集はしないか、うん、あとは DTS ヘッドホン、うん、ヘッドホンにサラウンド効果があると。しかも 11チャンネルのサラウンド効果っていうことが書いてあります。まるで映画館のような臨場感、没入感を得られる、はい、そんなとこですかね。基本仕様、すべての仕様を見るにしましょうか。Windows 10、重量 1340g、CPU はインテル Core i7、まあ、8565か8565かっていうか8565ですね。Core i7 の、8565、まあ、モバイル用プロセッサーね。動作周波数が 1.8GHz からターボブーストで 4.6GHz までのやつね。4コア8スレッド。メモリーは 8GB。最大で 16GB ね。はい。そしてグラフィックは、これはインテル UHD グラフィックスってことで、620。これ CPU 内蔵ですね。ディスプレイは17インチの IPS グレア液晶、WQXGA で、外部モニター出力がよいしょ、 4K の USB Type-C で、ここで出力すると 4K の 60Hz まで、サンダーボルトだと 5K60Hz、 4K の 60Hz まで、HDMI だと 4K の 24Hz ぐらいですね。はい。で、記憶容量は SSD512GB。サウンドはまあ普通か。うん。マイクもあり。で、出入力端子 HDMI が1つ。Type-C、サンダーボルト1つ。USB3.0 1つ。あ、USB3.0 3つだ。ヘッドホン1個。で、マイクロ SD カードスロットですね。入力装置。まあ、これは普通か。うん。ウェブカメもついてますと。で、通信機能は AC 帯もちゃんと、つながりますね。Bluetooth 5.0 ってなってるんですね。それからバッテリーが、駆動時間が22時間。充電時間が3時間ですね。すごいですね。22時間のバッテリー持ちなのに3時間で充電できるんですね。結構すごい。それから AC、DC アダプター。そしてアクセサリー。ぐらいかな。うん。はい。ということですね。で、それでですね、なんでこれを今、取り上げたかと言いますと、なんと、今パッと買いましたけど、この LG のグラブが選ばれる理由っていう、この軽さ、長時間、頑丈さ、大画面っていうね、こういうのがあるんですけども、なんと今この LG のグラブさんが、ちょっとここ上にダーンと行きますと、ここです。じゃじゃん、 LG グラマーズ大募集中ってことで、今すぐ応募って書いてあって、これ読みますとね、生き方や物にこだわり強い自分を持つ人、そんなあなたに LG グラマーズという名のアンバサダーになってもらいたいと、そういうね、そういうのを今募集してるらしいですよ。心まで軽くなれる、モバイルノートを体験して、自分の言葉で LG グラムの魅力を世界に向けて発信する LG グラマーズになってみませんかということで、これ水島博さん出てますけど、なんと、これ世界一軽い17インチモバイルノートパソコンを、レビュー掲載後はそのままプレゼント。これ10名様。それから応募者の中から20名様に Amazon ギフト券1万円を贈呈。これ20名様。そして、このね、応募受付期間がね、2月25日から
3月9日土曜日までで、実は今これ撮ってんのが土曜日、3月9日土曜日なんで、僕これ編集しないですぐアップしますけど、アップし終わった頃は、まあ、結構夜の10時半とかね、結構遅いんで、見てもほんのちょっとしかね、意味ないのかもしれないけど、まあとりあえずこの LG のグラムっていうね、こういう機種がありますよっていうこと、をちょっとお伝えしたくてね。で、僕はもちろんこの応募受付期間、もう僕実はもうだいぶ前に、これもうね、応募一応しておきましたね。一応応募者のね、要項が、何か、SNS とか、まあ、YouTube なり、ブログなり、そういうもので発信することができる人っていうのが確か、募集要項の決まりだったような気がしますんで、まあそういうような感じですね。はい。という感じでお伝えしました。はい。これ結構ね、リンク貼っておきますけど、まあ本当ね、結構魅力的な感じですね。で、僕は、完全にもう YouTuber 視点でしか見てなくて、クリエイターパソコンって最初名目書いてあったんですよ。で、あ、いいなと思って、僕もちょっとね、Surface Pro 4だと、編集の能力がですね、特に書き出し能力がかなり、こう、低くてですね、性能が。なんかこう、パソコン買い替えたいなというふうなところに思っててね、そういう中で何かいいものないかなっていうのでね、まあいろいろね、デスクトップとかね、Surface Pro の6とかね、まあいろいろこう見てはいるんですけど、そんな中で、これ性能がどれぐらいの性能かちょっとわかんないですけど、まあ、ホームページの画面に、このクリエイターパソコンとして、ね、このパソコンの画面の中に、幾度も、まあ、これ見て、こことかね、まあ、こことかもそうですけど、何回もプレミアの画面出てるんですよ。あ、プレミアこれ使ってくださいみたいなね。しかも外でプレミア使ってくださいみたいな。なんでこれ今までのこう常識を覆すっていうか、ちょっと場所に縛られないで編集してみませんかみたいなね。僕最近ノマドワークっていうかね、ノマドワーカーっていうの、っていうことにものすごく興味があって、その僕の思いに結構ね、通ずるものがあるなと思ってね。という感じでね、ちょっと今回取り上げてみました。いやー、すごく長くなっちゃった。残念。もうちょっと短くまとめたかったな。はい。はい。ということで、今回は、LG グラムの、宣伝、アピールですね。お伝えしました。これはね、いや、LG グラマーズってことを、こういうのありますよってことをアピールしたかったんですけど、まあ、それよりも、本当にね、これね、プレミア、がっつりね、プレミア出てるんですよね。いやー、外出先で、17インチのノートを広げて、動画編集するっていうシチュエーションはなかなかないとは思いますけど、でもそういうライフスタイルを提案するこの会社すごいなと思ってね。ということでね、今回取り上げてみました。はい。この動画もしね、参考になった。なんかこのね、新しいこういう価値観、こういうのにね、おお、なかなかすごいなとかね、びっくりしたりね、何か共感を得た方は、もしよかったらね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。僕も、自分のっていうかね、この動画というよりも、この LG さんの、こういう生き方、こういうライフスタイルを提案するってことにちょっと僕ね、共感というか、新しいこのライフスタイルの創造っていうことに、僕はちょっと、この会社にちょっとグッドボタンですね。はい。ということで、イゲケンでした。ではまた次の動画で。